はい、皆さんはじめまして、こいこいゲームチャンネルのこいこいと申します。皆さん、フォーオーナーというゲームはご存知でしょうか？発売から4周年を迎えようとしているこのゲームで、最近の戦場では弱攻撃が見えない、ハゲが強いなど、プレイヤーたちからは苦しい声が多いのですが、神ゲーなのは間違いございません。今日はそんな唯一のゲーム性を持つワンコインで買える神ゲー、フォーオーナーの現状を過去を簡単に振り返りながらご紹介していきたいと思います。ではロマンあふれる剣撃アクションの歴史を振り返っていく。ハービス峠に壁を守れ。その日ブラックストーンリージョン。フォーオーナーは UBI ソフトから2017年2月16日に発売されたPC、PlayStation 4、Xbox One 用ゲームソフトです。当時ありそうでなかった戦闘システムを持つ剣撃アクションということで話題になり、またその世界観やキャラクターのデザインから男心をくすぐるロマンあふれるゲームとして名が広がっていきました。ストーリーの大筋としては、中世の騎士を思わせるナイト、かつて西ヨーロッパに実在した海賊をモチーフにしたバイキング、そして日本の武士のデザインのエッセンスを多く取り入れたサムライ、この3つの勢力がある日を境にそれぞれの世界ごと融合してしまった異世界がベースとなっており、その中でアポリオンという謎の存在が各地で戦火を広めるために暗躍し、その結果3勢力は飽くなき戦争を続けていくというもので、声優陣による日本語吹き替えによる没入感あふれる重厚なストーリーはもちろん、黒幕アポリオンの魅力的なキャラクターも相まって、これだけでも十分に楽しめる作品となっていますが、本作のメインコンテンツはオンライン対戦にあると言えます。もう4年近く運営が続いているフォーオーナーですが、それまでに様々なキャラクターがアップデートによって追加され、その度に環境は移り変わってきました。その中でもブラックプリオール、剣聖、守護鬼は上位に位置づけ、また念願のリワークを果たしたセンチュリオンも多く戦場で見かけることが増えてきました。また全体としてはそれほど壊れた性能をしたキャラはおらず、どんなキャラでも勝ち目はある環境だったのですが、ここで事件が起きました。ちなみにこの頃、あのサムライスピリッツにウォーデンが代名詞のタックルとパリを引っ下げてゲスト参戦し、界隈をいろんな意味で沸かせたとか。その事件は暑い夏の時期に起きてしまいました。かねてから予定されていた新規キャラの追加が例のコロナウイルスのせいで延期になり、来たる2020年8月7日にキャラの追加アップデートが行われたのですが、これと同時にかねてから UBI に事前告知があった戦闘システムの変更アップデートを行う形になりました。そちらの内容がこちらになってます。あ、お手手が短い。つまり全ての攻撃行動が100マイクロ秒分速くなってしまったのです。簡単に言うと 0.1 秒全ての攻撃のモーションが短縮されるといったことですね。これによりプレイしている環境によってはテレビ画面などによって遅延も発生するので、弱攻撃は今までより一層防ぎづらくなりました。これにより元から弱攻撃が速く、かつチェーンが柔軟にできる剣聖やバルキリー、早い上にスーパーアーマーまで持っており、包容で回復しつつ攻撃できる守護機、また攻撃的な性能で読み合いを有利に立てるウォーモンガーなどが戦場に多く目立つようになってきました。また地味に痛い変更点として、パリーをされた際のスタミナ消費がなくなったということです。ちなみに剣闘士なら強攻撃のパリーとカウンターで112近くのスタミナを消し飛ばすことができました。標準的なヒーローのスタミナが120程度であることを考えると、これは剣闘士にとってはかなり痛い修正ですね。
これにより攻め有利な環境へと変わっていき、往来のプレイヤーたちは弱分の脅威に悩まされることになります。戦闘コアアップデートから4ヶ月ほどが経過し、プレイヤーたちが四苦八苦している頃、混沌とした戦場に UVI からの新たな刺客が現れます。その名はグリフィン。かつてのアポリオンの参謀的なポジションにいましたが、訳あって世界各地を放浪し、そこで出会った友から学んだ技を使い、アポリオンの後継者を自称するウォーモンガーにあだなす存在として戦場へ舞い戻ってきたというキャラ設定で、背景ストーリーとしてはすごく燃えるキャラクターで、その設定や公式生放送のお披露目では、いろんなモーションをくっつけたキメラ的なキャラ、回復付きの戦技が豊富でチームとしての戦略に貢献できるサポート的な立ち回りなのか、頭部が剥げているかなど、モーションに関しての不自然さを除けばそこまで脅威としては見られていませんでした。しかし解禁当初からその恐ろしい性能をいかんなく発揮し、戦場は高速移動するハギに蹂躙されることになります。このグリフィンというキャラはサポートキャラなどという生優しい性能をしておらず、いくつもの凶悪な技を持っていたということが判明します。まずチェーン最終弾に関して、弱攻撃が回避不能攻撃、強攻撃が高威力かつ焦ると引っかかってしまうほど遅い攻撃、そして蹴りタクと呼ばれる蹴り攻撃がヒットした瞬間に強攻撃につなげることが可能で、ガード不能かつ高威力、そして見てからでは反応が厳しいといった強みの塊であり、それ以外の技に関しても本家ローブリンガー顔負けの速さを誇り、一発目から出せてかつ先ほどのチェーン最終弾に派生することができる処分、牽制並みの回避性能を持つサイドステップ強攻撃、これも攻撃後に先ほどの3つのチェーンに派生させることができます。そして戦技を見ても明らかにオーバーテクノロジーな爆発させた後に回復エリアを作る手榴弾の第4戦技など、どれをとっても隙がないといったキャラ性能になってしまいます。確かに新キャラを強く調整して既存のユーザーや新しいユーザーを取り入れるというのは、まあ、対戦ゲームの常という形ではございますが、先日の弱攻撃が高速化した戦場にこの強さを持つグリフィンというキャラが出てきたということで、プレイヤーたちはグリフィンへの対策と現環境への適応を強いられることとなってしまったのです。はい、とこんな感じでフォーオーナーの現状と、まあ、直近の過去の振り返りを軽くご紹介させていただきました。後半が少しネガティブな内容ではありましたが、逆に言うと今の環境は新規の方がフォーオーナーを始めるのに最適だと思います。その理由として弱攻撃が速くなったことで初心者にとって勝てるチャンスが増えたのではないかなと私は思います。攻撃が当たって体力を減らせばもちろん勝てますので、対戦ゲームは勝ってなんぼといった方もなかなか多いと思います。その勝ちにつながるという意味では弱攻撃の高速化というものは初心者の方を助ける役割を持っているのではないかなとは思います。あとは今はっきりグリフィンや BP、 剣聖など強いと言われるキャラを一回触れてみて、これも勝つ喜びといったものを味わうためには、まあ頭が少し飛び抜けているキャラクターもいてもおかしくはないのかなとは思います。逆にそういったキャラ倒すの面白いですからね。さらにプレイステーション5へのアップデートも対応するということでしたので、今後さらにフォーオーナーの戦いは続いていくことを指しています。まあ高解像度であのロマンあふれるキャラクター像と戦場感を味わえるとなったら皆さん興奮しますよね。さらに慣れてくると嫁やむ考えたりで、まだまだフォーオーナーの魅力は尽きません。まさにフォーオーナーの戦場へ飛び込むなら今がベストですということでしょう。はい、というわけで今回はこういった形でフォーオーナー簡単ですが自分の主観を踏まえて解説させていただきました。まあもちろん私も日が浅いものですので、間違ったことがありましたらご指摘いただけると幸いでございます。この動画を見ていただいた方でいいなと思った方、もっと他の解説見たいなと思った方はチャンネル登録や高評価
よろしくお願いいたします。それでは、こいこいゲームチャンネルでした。また会いましょう。